クリスティアン・エウジェン・キブは、ルーマニアレシサ出身の元サッカー選手。ポジションは DF、MF。ルーマニアの南西部に位置するレシサに生まれる。父親は、地元の CSM レシサでコーチを務めていた人でもあり、キブ自身も CSM レシサで、競技生活をスタートさせる。自然が広がるレシサで、子供の頃は、ノルディックスキーも好んで親しんでいた。 16歳で地元のクラブ CSM レシサでデビューした。ルーマニアのビッグクラブであるウニベルシタテアクライオバを経て18歳6ヶ月でアヤックスへ移籍した。アヤックスでは後にインテルでチームメイトとなるズラタン・イブラヒモビッチやマックスウェル、ベスレース・ナイデルといった選手たちと共にプレーする。その後2003年に移籍金1800万ユーロでイタリアの AS ローマへ移籍。入団直後から フリーキックなどで得点を重ね、目覚ましい活躍を見せるも、その後スランプが続いた。代表では、ユーロ2000での活躍が評価され、マルディーニの再ライトの評価を得た。2007年、インテル・ミラノをはじめレアル・マドリードや FC、バルセロナなど、複数のクラブが獲得に興味を示したが、7月1日に、インテルへの移籍が決定した。インテルは、 キブの獲得のため2300万ユーロの遺跡金とマルコ・アンドレオディの共同保有権をローマに譲渡した。インテルでは得意とするフリーキックは同じく名手のベスレース・ナイデルに譲ったため得点は少ないがセンターバックや左サイドバックセンターハーフをこなし多くの試合に出場した。2010年1月6日の AC キエーボ・ベローナ戦で キエボのキャプテンセルジオペリシエールと接触し、頭蓋骨を負傷。ベローナ市内で緊急手術を行った。復帰後はヘッドギアを着用している。2011年にはエースバーリ戦でマルコロッシを殴ったとして4試合の出場停止を課された。2011年5月21日、インテルの公式サイトを通じてルーマニア代表からの引退を表明している。 2014年3月31日、インテルと契約解除し現役を引退した。ありがとうございます。